ステファヌス三世と呼ばれることがある。ローマ教皇は二人存在する。ステファヌスの名を持つ教皇の代数に関する歴史的経緯は、ステファヌス、教皇、ステファヌスとその代数を参照。ステファヌス三世、ステファヌス二世を参照。ステファヌス三世、ステファヌス三世とも書かれる。本校では、現在教皇庁を呼び、教皇庁年間が正式に認めている。 768年に即位した人物について扱う。ステファヌス3世は第94代ローマ教皇。出身はシチリア。教皇就任前は司祭の地位にあった。先代のパウルス1世は優柔不断な性格であったために、その晩年に教皇庁では多くの党派が生まれ、対立教皇である。 コンスタンティヌス2世とフィリップスの両者と教皇の座をめぐって対立し、768年8月7日に正式に教皇に就任した。しかし教皇就任後は、ランゴバルド王国の侵略に悩まされ、ついにはその圧力に屈して、フランク王国との友好関係を断ち切るという失策を犯した。772年1月24日、 在位3年5ヶ月と17日で死去した。ありがとうございます。